りましたが、巻いてくる中のボール、ヘディング奥に流れて落としてシュート、決めました。先制は鹿児島ユナイテッド FC。 最後押し込んでいったのは水本でしょうか。セットプレーから折り返して最後は先制ゴール、1対0。鹿児島がホームでまずは1点を決めました。もう一度ご覧いただきましょう。こちらまずは赤尾の背中に当たって、ここ折り返して藤本のこのボールを最後は水本。4人の選手が関わって最後ゴール。